コレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ。どうもチョコレートプラネットの佐田です。松田です。さあ始まりましたチョコレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ、5月29日はい、はい、でございます。もうね、5月も終わりですけれども。そうです。ちょっと読みましょうか。あ、そうですね。うん、はい。ラジオネーム、ノラさん。うん、長田さん、松尾さん、こんにちは。うん、長田さんの袴スノーボードの映像を拝見しました。うんうん、めちゃくちゃかっこよくて何度も見てしまいました。うん、袴でいろんなことにチャレンジする、うん、そろりそろり丸々シリーズ、うん、ぜひ YouTube チャンネルでやってほしいです。なるほどね。これはでもあれだな、 YouTube じゃないな、なんかもう Twitter とかでいいな。まあ、だから今の感じで、これなんか分かってないな。ちょっとこういうのを YouTube チャンネル載せるっていうんじゃないじゃん、それは。これはでもしょうがない、やっちゃったら。これ女性だから。女性にそんなこと言うのはちょっと、まあまあまあ、よかったよ女性で。本当に危なかった、危なかった。ちょっと男性だったらもっと言われてた。もうマジで二度と読まない、男性だったら。その人のことちょっとね。まあまあ、でも、まあ、じゃあ袴で〇〇してみたら何が面白い？こうバンジーとかやったら袴ファッサってなって、そのなんかこう、なんかでも着物とかで何かやってそうだもんな。やってんだよ結局、やってんだよ。だからそういうことじゃねえんだ。なんかだから結局袴でオセロしてみましたとか、そういうことだろ結局。ああ、そうそうそう、そういうことなんだ結局。そうだ、 YouTube 載せんのは、うん、分かってるか。袴着てる意味ないじゃん、うん、そうそう、そういうことなんだよ。分かってるのかお前たち。ラジオネームアイスのスさん。はい。長田さん、松尾さん、こんにちは。はい、早速ですが企画を考えました。うん、お二人は、和文通和表、うん、何これ、何、和文通和表をご存知ですか？和文通和表？何それ、どういうこと？りとい、などの聞き間違いを防ぐため、朝日のあ、いろはのい、上野のうというように、50音に単語を当てられています。そこでチョコプラのらのように、単語の語尾で、ぜひお二人にチョコプラ版50音表を作っていただきたいです。はあ、なるほどね。例えば、アイスのす。はい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 。ああ、なるほどね。うん、PS 完成した暁には T シャツやクリアファイルのようなグッズにしてください。うんうん、ああ、これ面白そう。素敵だ。うん。なるほどね。ああ、のあ。パソコンの、んとかそういうことでしょ。語尾。そう。頭じゃなくてってことね。うん、はあ。頭じゃないの？語尾。これは語尾で。それは元々ある。あ、語尾でとか。それは元々あるから。あ、語尾でとか。そうそうそう、あ、そういうことね。あ、そう、あ。語尾で作って、うん、で、それでラジオネームアイスのすというラジオネーム。ああ、なるほど、そう、なるほどね。知的よ。あ、これ知的ですね。今まで読んだ中で一番知的かもしれない。うん、多分ね、うん、なんかいろんなね、うん、本読んだりとか。あ、してるね。してる、絶対。で、多分他のラジオのところも行ってんな、多分。うん。言ってるよこれは。自信あってこれ来てる、うん、やってるわこれ。腹立つ。寝落ちこきやがって、腹立つ、調子こきやがって、こっちがなんか YouTube の5分ラジオだと思って舐めてやがんな。多分あれとか来てる、セントジェームスのボーダーとか来てる。アンジロ君がよく来てるような来てるわ、うん、絶対。あ、これ分かった、うん、俺らのファンじゃないぞこれ。ジロー君のファンだ、絶対。来てんなこれマジで。最悪。チョコンヌのやつだ、そういうやつか。最悪だよ。あ、アイコンシソンヌのやつだな。うん、アイコンシソンヌやつかもしれないな。うん、やつかもしれない。そういうやつだきっとね。うん、まあでもいいだろう、やってやろう、やってやろうじゃない。うん、最後いきましょう。ラジオネーム、うん、動物とメガネ。こんばんは、いつも楽しく拝聴しています。また、九条信明さんの音楽が聞きたいです。お忙しいとは思いますが、うん、新曲の発表を楽しみにしています。あ、これはでもちょっとね、考えてます。クリスマスソング。あ、クリスマスソング、夏は夏のさ、うん、で
あの盆踊りみたいな、なんかだから季節ごと、あと桜とウェディングソング、これはちょっと作りたいなと思います。あ、いいじゃん、いいじゃん、それでなんかそう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 、